いやーねもう7月に入って7月10日10日、はい、ねあのねちょっとまあ今年はもうこんな状況だからちょっとだけ頭でぼやくねぼやかすあのね普段ねちょっと僕あのレース出てるんですよ、ね、あのカートレースえー、あのなんか私の番組つながりのメンバーなんですってはいサイバーチームという <laughs> サイバーフォーミュラーチームなんですがもうでも

大会があ今年僕たちはってか僕は7時間耐久レースモテギというついに行くテギって F1 とか走るところで走る予定だったのが中心になっちゃった七7時間耐久ということはあえっとねバトンタッチで1人1時間ですごいで、ね、すごい楽しみにしてたんですよいやでもなんか聞いただけで <laughs> この真夏に7時間って <laughs>。 いやいやでもすごいですよでもせっかくね純ちゃんのね主役やってる例の番組の名前が付いたチームがそうですねでもまあしょうがないかと思うんですけどね他もも野球でも全部中止になっちゃってるしね特に高校野球集めちゃいけないし集めちゃいけないしねえしかもスポーツ系もエンターテインメント系も本当大変なんかはそうですよねしかもこのほんのりさじ加減 ちょっとね、これ面白い、何この並びって感じで。あ,あ、そう、あのー、これまでね、ズームで何回か、三回ぐらいやったっけ。いや、えっと、二回、あ、三回、ね。三回やっ、ね、たね、本当に皆さん、の、お聞き苦しくて、ごめんなさいね、なんかね。あの、聞くところによると、二人、あの、二人で喋ってるんだったらいいんだけども、これが三人とかって、こう、なっちゃうと。 ブチってこう声が切れてしまう。で今日は、あの銀プロさんのスタジオから。ええ、しかもね、ねかなり距離離れながらこうやって喋るのって初めてですよね。そうですねです。マイクはね、僕、ここそれぞれ、うん。でもやっぱりこの対面でアイコンタクトがあった方が、あのいいかなって,って。アイコンタクトってウインクするんですか。ん <laughs> そうね。あ <laughs> 何れるウィンク <laughs> アイコンタクトって,ってなんかね。あああ。ああ ね、ね、はいはい、だ、だから、そういうことができるってことです。ね楽しいですよね、こういうのは、うらこの顔を見ながらっていうのがね。できればいいんですけど、まあ、今日はどうなることやら。どうなること。久しぶりですもんね、こんなの嬉しいですよ、でも逆に。そう、本当、本当そうなのね。はい。離れてるとはいえ。それでは、今日も行ってみましょう。出タチュン、おみちゃんの。ほんダりさじ加減。that's right。 の提供と東京ダンスアンアクターズ専門学校の協力でお送りしております。はい、ということでね <laughs> いやーもうでも夏でんな <laughs> 夏でんなそうかだから今年は夏のイベントって軒並みね、うん、こうたくさん集まるところはダメっていうだから花火大会もダメだし、はい、えそこら辺の盆踊りとか、うん、そのねより合ってなんかやるっていうこともちょっとね。 我慢しましょうみたいな感じですよね。ですよね。だから集まっちゃいけないんだったら、例えばじゃさ、なんていうのかなこう、こう各家庭の近くっていうかその会場を作んなきゃいいんでしょ。花火大会とか。じ、うん、見えるような位置とかでポンって開けてもらえるとかね。ああ。でもどうしても人が集まっちゃうんだろうね。この前何だったっけ？えっ、ー、と。 抜き打ちっていうかどこで上げるかわかんないけどみたいな感じでこうハラが上がった。そうそうそう,そう。はいはいはい。うちの近所で上がりました。ああそうですそうなんですね。最初俺ヤクルトが勝ったかとか思いながら見てて <laughs> 違うわとか思ってそこじゃないだろうとか言ってうちジングルじゃないしとか言って<笑><笑>、うん、だからもうちょっと違うあのー、方法で楽しむということをね考えていくきっかけにもなるかもしれないよね。そうですよね。リモート 打ち上げ花火やられてもつまんないだけだろうしなと。ああ。でも、それは何、過去のものをやるっていうこと。過去のものでもう。その場だったのが、みんな行っちゃうじゃんだ。そう、う、そう、<laughs> そう、そう、そでも、はっきりして、花火っていうのは、うん、本当は無病息災のためにあげるんですよね。そうだよ。あの、洋の東西問わずね。うん、あの、例えば、イタリアなんか、ペストが収束した時、時には、もう本当に大々的に。 フィレンツェとかそこら辺でベニスだったりとかってあげてるのを僕はたまたまそ7月にイタリアに行った時にそれ見ましたね<ー>だからそのペストが全部収束したたそのお祝いみたいみな感じで日本はね逃げてくっていうもんねそ,うそ,うその大きい音で疫病神が逃げていくてそういう。 ね払うってことだから、今年花火大会と言わず、花火やっぱり打ち上げますでいいんじゃないですかね。どっかでって。あそしたら、なんかみんなも心豊かになるし。なるかもしれません。そういうことやってもらいたいな。<laughs> それはね、それはね、あの浴衣美人とか見に行けないのは残念だけど。あ、だからね、浴衣の業界の方々も今年はすごく大変だっておっしゃってましたね。うんうん、だから、あのスタジオで撮る。うん だってほら来ても来て行く場所がないじゃないじゃあ何だろうこれから何だろう <laughs> 例えばその祭りのなんていうのはあのなんていうのほらみんなが熱りとかいうのやってんじゃん。 ああいうのでそういうリアルな屋台が並んでいてヨーヨーとか金魚すくいやったりあと浴衣の女の子と手つないで歩いてから金魚すくい「ああ減った!」とか言われるなんだよこれ青春なかったごめんごめんちょっと静かになっちゃったんかバーチャルでこう見れたら面白いかもしれないあそう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 そなんかでっかいの僕まだあれ見たことない自分でトライしたことはないんだけれどもすごい何か面白そうじゃないえっとね あれこの間ねね実験体で僕、ね、トライしたたんですよあ見てみましたしかも僕がすごい美人な女の子なんですよ萌え系のえ自分がそういうふうになってるってことなってて動きも全部あれで声もボイスチェンジャーで変わって <laughs> そしたらあの見てたスタッフの方々が「やめましょう」っていきなりああそれはから見たらねなんかちょっと怖いもの見ちゃったり、ね、すの気持ちが悪いからやめましょうって。 えでもすご,すごいすごいとか言ってら、えーね、にあの自分が発する声もリアルタイムでその違う声に聞こえてくるてい感じですか、はい、みんな元気とかってくねくねって動いてて目の前があの箱根の温泉みたいになってて、えーうん、すごいとか言う、えー、そんなのがあるんだね。 それはしないんですね。お前ただでさえね、最近ね、ほんのりさじか減は下ネタ多いって言われてんだからさ、ファンから。そうなんですか。あの、新現地はあなたなんですけど。さてさてさて、さっきのほら、サイバーの話なんだけど。そうです、そうです。あの、歳末流れで、ちょっと、あの、お知らせで、実はこの前、えっと。 7月6月の、えー、某日雨の日だったんですけれども僕はあのサイバーフォーミュラの風見ハヤトのキャ,ラクターキャラクターソングを歌ってきました<あ>お,おめでとうございます,いますあ,あのー、リリースはね夏まだちょっとあのー ミックスダウンというかその段階で夏になるということなんですがちょっとあのポリスターさんとサンライズさんから資料を頂いてきましたのでちょっと告知させてください「フューチャーグランプリーサイバーフォーミュラーサウンドツアーズ」シリーズえーオフィシャルテーマソング「オーバードライビング」この「オーバードライビング」っていうのが隼人が歌う新曲になります。オーーバドライ オーバーバドライビングドライでえっ、ー、と来年2021年に放送開始30周年を迎えるフューチャーグランプリサイバーフォーミュラーリリース企画「サウンドツアーズ」のシリーズ第1弾オリジナルサウンドトラックコレクションボックスセットを 2020年3月25日でもすでにリリースしたんですけれどもえ多くのファンから大好評を得ましたありがとうございます,いますで「f u t u r e g r a m b サイバーフォーミュラー」サウンドトラックのリリースから約20年20年も経ったんだを経てえサウンドツアーズシリーズのオフィシャルテーマソングとして新曲の制作が決定しましたタイトルはさっきほど言った「オーバードライビング」うん、主人公風間隼人私金丸純一が歌唱いたしました えー、サウンドプロデュースは花澤香菜さん坂本真綾さん他多くの声優やアーティストのライティングプロデュースを手がけた北川勝利さん「ラウンドテーブル」の北川さんが担当してくださいました、えー、2020年第15回ワールドグランプリをかける和美隼人が送る疾走感あふれるメッセージソングとして制作、えー、書き下ろしの CD ジャケットイラストは久幸博勝さん あのー、もうずっと「サイバーフォーミュラー」サガ「s a それから「サイバーフォーミュラーシン」えー「s のキャラクターデザインを担当してくださった方なんですけども<ー>、えー、作中でも印象深い藤岡サーキットに立つ主人公風見ハヤ人のビジュアルを公開です、えー、なお本新曲は「サウンドツアーズ」シリーズ第2弾として、えー、今年の夏リリースを予定しています続報にご期待くださいはい、はい あれいいいいよね本当にサイバーーフォーミュラーいやいやでもラッキーですよ、うん、もうここまで来て歌わせていただけるというのはもう久々に僕アニソンあれだだから僕アニソン系だったらねこの前っていうのは瀬田さんと一緒に歌ったデジモンテーマーズのあの曲以来なんですまあその間ねいろいろ自分でほらジャズのアルバム出したりとかさやってたんですけれどもうん、うん、あ,あれ以来そうあれ以来なんだよ僕あそうなんですね<ー>そう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 まだおみちゃん生まれてなかったんじゃん でもレコーディングはずっとしなれていたのでそれ本当歌わせていただけてよかったなっていうのとあとんか思ったのはボイトレを続けてきて本当によかったなと思ってサマイズの方も「声質とかそういうの全然変わってませんね」とかって言われててくださったのが嬉しかったです。 あね、だ毎月2回ずつあ<と>あの続けてきてよかったなって、うん、そこもやっぱ筋トレと同じかなっていうのはそうそうああいうレコーディングスタジオに行ってて初めわかりますよねあ<ー>普段まあ僕らほらあのアフレコなんかでしてるとねお芝居の方も全然大丈夫なんだけど、うん、歌ってなるとまたちょっとこうそ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 ,う、うん、そんなんででもね時々ねあの何ていうのが結構 割とアップテンポな曲なんだけれども、まる、うん、さん、はいあの、すごく気楽に歌ってね、ちょっとね、ジャズのシャッフルが入ってるんで、ね、そこをもうちょっとあの8ビートのように、こう、かっ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 てやってみてくださいみたいなことあ<ー>か北川さんもちょっとジャズもやってらっしゃるのでね、あじゃジャズ、やっぱ分かっちゃうんだ、まるたさんとやってますもんね、ね <laughs> そうだからね、マるちゃんとね、ずっとこのやらせてもらったっていうのはね、本当、宝物だなと思ってます。 なね、ちなみにモミノが知らないので言いたいけど <laughs>、はい、俺と純ちゃんの歌はオリコン60位入ったの<ー>100位以内に入ってたんだよ昔。<laughs> あれ <laughs> <laughs> <も>、まあの僕が主旋律歌って、はい、瀬田さんはコーラスパートを歌ってくださったのででもそのハーモニーがすごくいいってね<ー>評判。ね、でカラオケへ行くとまだあるんですよねあの歌ね,あね,ね。びっくりしちゃった そう,そ,うそうなんでシイ、ね、バン・ゴーミラーの頃は毎月僕らアルバム出してたのへえそうそうそう,そうでだから初登場ね僕らが歌った時にはね最高で14位だった<ー>でその下にサザンオールスターズさんとかチャゲアさんとかがいらっしゃってみんなどういう手を使ったんだって、ね、<ー>でもほら僕らのアニメの曲ってねすぐにこう上がってすぐにバッテこうってしまうんですけどもけどすごくそれはねあの いい経験値を進んできたなって思って、だから皆さんあのご期待ください。夏でございます。またあの続編を多分ポリスターさんとそれからサンライズさんから発表になると思いますが、ちょっとお待ちくださいね。はいはいという方でね、皆さんご期待ということで、はいえっとこの今回のお題話が来ておりましてですね、今回はここ数ヶ月で変わったこと。 皆さん多分ね、激変だったんじゃない。うん。<で>かなり。世の中の変わりはそん,、ね、んな状況になるとは。思わなかったで。でもなんかあのー。リモートだとなんか。リモートの方が楽になっちゃったりなんかしてね。そう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 。楽になっちゃって。できるじゃんとかっていうのがあって、うんうん、意外とね。そ<う>で、あのー。そう考えると、あのぎゅうぎ詰めの満員電車って考えただけでも。ああ、もうなんか。あれはちょっともう戻りたくないなとかと思って 逆に会社がなくてもね <laughs> リモートでみんな個人会社経営できるような感じになっちゃってる都心のタワーマンションなんかなくったって <うん S 1> あの地方の方に行ったって全然それはいいじゃないかっていう企業も多いんですって今そう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 ,う<ー>んそれとあと最近ちょっとまあ僕も革新的だなと思ったのは遠隔で事業ができるってことです 要するに東京以外の人たちとも交流をしてるといくよう感じで、うん、やり始めてるので、うん、これはいいと思うだからどんどんこういうリモートの性能も良くなってくるんじゃないですかね,そうす,ねそうするとねそうなんだ<う>、はい、じゃあえお便り来てる えっと、ラジオネーム、ココス大好き、さんからのお便りです。ココス。私も、好きですけど。意外とね、あの、スイーツ系が充実してるよね、ここ。そうですね。結構お子さんとかいらっしゃるから、いっぱい。ココスね、いいよね。はい、金丸さん、瀬田さん、尾身さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。私はここ数ヶ月で、変わったことは。 心が強くなったことですコロナ騒動初期の頃はビクビク生きていたのですがテレビ等でこの大変なさなか医療従事者が戦っている姿を見て私もビクビクしない頑張ると日々を生きています。いつもは 健康や生きていることの喜びを感じることはなかったのですがつくづく日々を大切に生きていこうと思います皆様もお体をご自愛ください PS 航空自衛隊ブルーインパラスも 勇気づけられましたインパルスだねインパルスってんだよインパルスごめんなさいインパルスってなんかカピバラ見てて面白いなおいごめんなさいアメリカハンドカピバラかお前お尻から煙入ったお前飛んでんだよお前ごめんなさいブルーインパルスブルーインパルスも勇気づけられました最高って書いてますあ残念ながらそのブルーインパルスは発見できなかったんですがでもなんか見て見た人はねすごいなと思ってなんか頑張ろうとかと思ったっておっしゃって あのねかっこいいブルーインパルス上上空で視線がバーンって実は昔僕ブルーインパルス目指してたからあ飛行機好きだもんねいやインパルス目指したわけじゃなくてねあれはエリート中のエリートだからあそうででも飛行機って言ったら航空関係も本当大変だねそうそうそう本当にね旅行がまずなちょっとあれですもんねですもんねだってンちゃんなんか結構ね海外とか昔 あそうでも、あのー、ギリ,ギリあの去年の暮れは北欧に行ってたのでよかったんですけど、ね、あ<ー>でも、うんもうまあ、こういうご時世だからしょうがないその海外のなん僕の友達にあの旅行機をこのお仕事としてる人がいてそれは大変ですよね行けないですもんね。<ー>そういうい 実はうちの姉は今スペインであのその演劇をしていってるんですけどなんかねなんかね不思議なことにねあんまりアジア人がかかってないらしいのよ。不思議だって言ってました向こうでも。まあまあ地域的なものもあるかもしれないけれどもただそのねあのお手紙にあるように「この怖い怖い」って いうよりももちろんあの基本的な予防とかね、うん、あの知識はお勉強した方で、はい、その行動した方はもちろん我々はいいんですけれども、うん、なんか違うところに目を向けるっていうことがすごく大事なんじゃないかなと思いま、ね、まあそうですよねそう気を付けつつね、うん、逆に僕はねやっぱり人に優しくなれる、うん、そうそうあのね今までその人との関わり合いというのが、うん、気迫に感じてた た人っていうのは、こういう状況になったからあ、やっぱこの人とのつながりってすごく大事なんだなって痛感するって言いますもんね。そうそうそうね変わったことってそんな感じかな。かいいあの絆とか。だって久しぶりの友達からも電話かかってきて、うん、おい大丈夫かって言われたらなんか嬉しかったり。あ、そうね。僕変わったことそこかな。 だからまたそれからじゃあこれ収まったらごご飯食べに行こうぜって20年ぶりぐらいだからそう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 だね。うんうううそうそうそうねあなんかこ今日は何心ほっとさせるようなことになってるけど <laughs> っほっこりというかう、まあ、いやでもそうなんじゃないかなだから今までのこの普通にできていたことがそうじゃなくなってじゃあ違うことをこう考えよう いう時にあもちろんあの密はダメだけど精神的なこの濃度っていうのは高くなったような気がす,<の>する相手のことを思いやったりとかするのとかね。だからそれといいうことでねもう時間が来てしまいました 早い早いですねでもあの音が途切れたりとかってしなくて皆さん聞きやすいでしょ、ねえー、そちの方がいい,といあと瀬田さんマスクしてるからね聞きやすくていいでしょ <laughs> <laughs> またそんな引きってそうあの,あの皆さんねリハーサルの時にね一応今僕あの皆さんこうちゃんと隔離してるので僕はマスクを外して喋ってるので僕もおみちゃんもね瀬田さんはあのごぼごぼするからちょっとマスクはした方が綺麗に入るかもしれない <laughs> ごぼごぼっていうゴ柄声が入らなくていいからい でも逆を返すとそれだけパワフルってことですよきっとね。あら、ね。そうですよちょっとちょっと。薬買って飲まなきゃもっとパワフルに何 <laughs> でもない。はい。<laughs> ということで、はい。インフォメーションお願いします。はい。ほんのりさじ加減では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスはサジオタアットマークヤフードットシーオードットジェピー。サジオタアットマークヤフードットシーオードット jp ですすよろししくお願いいたします、はいまははい、さあ本日の下地加減お久しぶりということではいね、はい、なんかこれずっと続けばいいんですけどねこういうあのリモートじゃなくてなんていうのか一緒に顔をつき合わせてやるっていうね。であと家の中割とまあステイホームをまだ守ってるところもあるんですけれどもね、はい、でもあの外をこう見るとさもう夏空だよ。 <外>は <laughs> ねえだから、あのー、庭に出たりとかさそれから、あのー、人混みが少ないところは本当に皆さん、あのー、マスクは外してちょっと深呼吸もしましょうじゃないとなんか脳が冷えないんだってあ<ー>マスクしたまんまあの炎天下なんか歩いてるとねだからそれすごく危ないのでちょっとそこはもう自分であの自衛という意味はねあの他人の目よりも 皆さんの健康をまず第一に考えようということでねそこら辺はちょっと気をつけてご支配くださいはい、はい、それでは次回までほんのりさじかげん,かげんほんのりさじかくげんつあるうち迷ったらコインとして決めましょう裏が出たらこっち表が出たらこっち実はそれが一番いいチョイスなんだってさ それでは今回はこの曲で僕金丸淳一で「夕日のフリーウェイ」はあ。 を曲がればが見える」「いつかあの夕日、あいつと二人きりおい続けたね」「長い暗くしょ」 さなら告げるように風にかき消され涙が